イエーイ、やった、お家のローン全部払い終わった。久々にローンを払い終わった。めっちゃ見てる、たぬきち。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月30日、木曜日の午後5時13分です。本日はこれといったお知らせはありませんので、ご挨拶だけで失礼します。それにしても、4月ももうおしまいですね。春は出会いと別れの季節と言いますが、皆さんにも何か変化がありましたか？何にせよ、5月も皆さんにとって良い一月になりますように。それでは、かわいい。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、バラ一つ増えたね。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 44,257 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、ってことで昨日買ったこれね、5つ上限ギリギリまで、違う上限ギリギリまで買ったこのポケモリコラボの商品たちよ。これを設置していくのがめちゃくちゃ楽しみなんよね。あ、これ昨日ね、風船から出てきたキャットタワー、よくない？ちょうどさ、ペット用のベッドあるけんさ、そこに置こうかなと思って。OK モータースのキャップ。あ、爽やか。いいね。超爽やかやね。OK モータースのジャケット。めっちゃ爽やかやな、全体的に。よき。さあ、てことで、あとは、キャンプ場の看板。キャンプ場の看板をちょっと。なんか、夏って感じやね、格好。よきよき。この辺に道しるべみたいなの立てといて、その横にさらに、このキャンプ場の看板って感じにしよっかな。案内看板。え、でか、思ったよりでかかった。びっくりした。ちょっとびっくりした。まあまあまあ、こういう感じで置いといて、フォーチュンクッキーワゴンは、あっちのね、広場の方に置こうかなと。お？半妙や半妙。お金お金。お金。こいつ一回、あー、取り損ねたらもう消えてしまうよね。なんてこったい。くそー。くそー。おー、びっくりした。何かと思った。もう置いとるんかと思ったわ。あ、てか、今日アースデー最終日じゃない？ちょっとこのあたりに、フォーチュンクッキーワゴン。よしよし。あ、ちょっと待って。ちょっと網が。はい、このあたりに置いて、なんか若干くっつきすぎやな。ほっ。よいしょ。ちゃんとタイヤが動くのいいよね。これでオッケー。フォーチュンクッキーも変えたらいいのに。はーい。アイナさん、いらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはツツジだよ。低木か。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。それで今日はどんな御用？今日はこんな苗や種を持ってきたよ。毎回結構種類違ったりするんかな。ユリ、あ、前回ユリなかったかな。どうしましょう。ツバキ、ツツジ。これ白なんや。へえ。え、どうしよう。なんか、公園とかにさ、低木いいかなーってちょっと思いよんよね。思いよんよね。綺麗じゃない？それは白いツツジの苗だよ。まとめて買うこともできるんだけど、どうする？じゃあちょっと白とピンクを。まあ、おすすめもされたしね。ってことで、ありがとう。いや、他は大丈夫。そっか。また気が変わったら言ってね。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。やっほー、あさみさん。あら、えなさん、いらっしゃい。いつもこうして声をかけてもらっても、ゆっくりお話できなくてごめんなさいね。え、後ろの写真ですか？これは小さい頃の私たち姉妹と、お父ちゃんお母ちゃんの写真です。二人ともだいぶ前に亡くなったんですけど、こうして写真を見ると、いろんな思い出がはっきり蘇ってくるんですよ。亡くなっとんや。へぇ。
うちはまだ小さかったから、お父ちゃんお母ちゃんのことはほとんど覚えていないよね。でもお姉ちゃんがうちらのこと必死に育ってくれたのはよう覚えてるよ。ありがとうね、お姉ちゃん。そんなに年の差あるんか、この二人。あら、なんやの急に。いつものキヌちゃんじゃないみたい。もうお姉ちゃんたら、アイナさんがいる時くらいしかこんな話しないんやから、意地悪言わんといて。二人ではそんなに会話せんのかな。ふふ、堪忍堪忍。ありがとうね、キヌちゃん。突然両親に先立たれて、妹たちを守るのは私。私が頑張らんとって。何もかもを犠牲にして、がむしゃらに生きてきたつもりになってたこともあったんですけど、最近やっと気がついたんです。支えられてきたのは私の方やって。あ、まあ、精神的にみたいな。三人揃ってこそのエイブルシスターズ。これからも三人で力を合わせて頑張っていこう思ってます。どうしよう。低木この辺りとかにしよっかな。ね、なんか良さげじゃない？広場の手前に。ね、こっち側からやった方が合わせやすいかな。白いツツジの苗。おう、びっくり。どれぐらいの間隔になるんだ、これは。ピンクのツツジ。あ、なるほど。勝手に間隔空いてくれるんか。焼きやね。お店とかをどこに移動させようかと私は今すごく思ってるんだけど。この手前とかにしようかな。見にくいよね。あ、こっち側やったらまだわかりやすいかな。ってことで、じゃあこっち側に、ポップコーンマシンと、よ。あ、でもなんか邪魔な気がする。まあ、いっか。ま、いっか。またなんかそのうち、安定できるような場所は探すとして、とりあえずはこういう感じで置いとこ。ほい！ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。気づいてないんかと思った。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月1日、金曜日の午後4時59分です。お、今日から5月や。今日はメーデーです。日頃の感謝を込めて、案内所にてメーデー旅行券をお配りしています。特別な離島でのひとときをお楽しみいただきますので、この機会にリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。興味ある方は案内所のたぬきちさんにお声掛けくださいね。メーデー旅行券。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょ、見た目がめっちゃ暑苦しい感じやけど。でもなんかあれなんや、ぬいぐるみ付きコートみたいなのが手に入った件着たくって。可愛くとない首元の狐。よきよき。あ、で、そっか、昨日また、コラボ商品を。ん？なんかいっぱい入っ、なんか二つほど。これが木漏れ日広場の飾り、OK ゲームマシン、OK モータースの看板、で、キャンピングカーの模型たちね。これは？アイナ様、いつもたぬき番号をご利用いただきありがとうございます。49ベルの利息がつきましたことをお知らせします。アイナとたぬきバンク。利息低くなったって言ったもんね。めっちゃ、少ない49ベルやって知らせてくれんでいいんやけど。はい、たぬきショッピング。アイナ様、いつもたぬきショッピングのご利用誠にありがとうございます。今この時をお楽しみいただけるシーズン商品を入荷しました。ぜひ一度ご覧くださいませ。たぬきショッピング。ん？シーズン商品？何それ、なんか新しい感じ。うん、また、やってるのね、トレーニング。はーい、元気？あは、あ、低木がちょっとだけ成長してる。お話ししよう。今日はこれから何して過ごそうかな。あは。今日はこれから、サウナとか行ってきたらいいんじゃないかな。シャンクー。いらっしゃい、ゆっくり見てってくれよ。ということで、ハンプリュック。何ハンプリュックって。あれか、布の種類のことか。トイレスリッパ。トイレスリッパ。パーティーバッグ。パーティーバッグかわいい。買う。バッグなんかいいのいっぱいあるよね。よきよきかわいい。じゃ、ハンプバッグも買おうっと。なんかシャンクの店でさ、私靴とかより、なんかリュックとか、バッグとかばっかり買いようんやけど。買います。はい。ありがとう。
毎度あり。他は大丈夫。ありがとよ。今日は何も。ゴング。なぜ？なぜかは知らぬけれども。やっほー。アイナさん、アースデーのキャンペーン、早速やってくれたんだもんね。あ、そっかそっか、忘れとった。そういえばやったね、それも。いやー、さすがアイナ様は行動が早いだもんね。まさにアイナ島の鏡だもん。いや、もうアースで終わったんですけどね。行動早くはなかったよ。早速島の環境に優しい行動をしてくれたってことで、ガーデニングにもってこいの生垣のレシピを特別にプレゼントさせてもらうだろも。生垣？ほうほうほう。この調子でじゃんじゃんアースデーのキャンペーンをやってもらえると嬉しいだろも。アースデー終わったよ。竹をね、温泉のところに立てたいなと思いまして。なんて言うんやっけ、竹垣なんかそういうの温泉ってあるやん。これこれこれ。そうそう、竹垣、縦垣。これを、どのあたり？このあたりかな。ほら、こんな感じ。あるよね、あるよね。かわいい。かわいいっていうのはおかしいか。でも、綺麗な感じになることない？で、あと、このあたりに、コッフェルじゃなく、あ、そう、竹の車止め。これをね、置きたいなと。よいしょ。どれぐらい、このぐらいか間隔。あ、こんな感じで。ここに車止めて、あ、車が欲しい。やっぱ模型小さいよね。どこだ？キャンピングカーの模型。ちっちゃ。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。アイナさん、よかったらこれ、もらってください。なに？いきなり。なになに？これ、私が作ったんですけど、柄物の布地なんです。家具って布地の部分を張り替えて、リメイクできるじゃないですか。それに使えないかと思って。お、なに？リメイクに使えるもの？柄の種類もたくさん作ったんで、もし気に入ったものがあれば使ってみてください。使い方なんですけど、作業台で家具をリメイクするときに、パターンを選ぶと柄を選べるんです。ほうほう。ただし、全部の家具に使えるわけじゃなくて、物によりますから注意してくださいね。心を込めて作ったので、どうぞ試してみてください。布がついてる家具ってこと？なかなかなくない？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年5月2日土曜日、土曜日の午後5時29分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の音楽番組、どなたかご覧になりました？お気に入りのアーティストがたくさん出演していたので、最後まで口ずさみっぱなしでした。ん？これは前回とは違うんかな？言い寄ること。ちょっとよくわからん。前に私が M ステ買って寄ったやつ。ああ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。お、左側にも、バラが増えてきた。もしもし、こちら、たぬき商店のももききです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、26,852 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、何も入ってないかな？入ってないね。やっほー、たぬきち。どうもどうも。どうもどうも。今、メーデーのイベントを開催中で、いつもお世話になってる島のみんなに、メーデー旅行券を配ってるんだらも。ところで、アイナさん、メーデーって何の日か知ってるだも？勤労感謝的な感じよね。知ってるよ。一応聞いとく？メーデーっていうのはね、ズバリ働く人の日なんだもん。ま、メーデーのイベントはそのこととは関係ないんだけどね。関係ないんかい。たぬき開発の移住パッケージプランは、気ままな無人島生活を楽しんでもらうために始めたプロジェクトなんだもん。ただ、アイナさんにはなんだかんだであれこれお手伝いをお願いしちゃったりもしてて、とにかくいろいろとご協力いただいて本当に感謝してるんだらもん。そんなアイナさんや島民の皆さんのために、特別な離島でのツアーを企画したんだもん。名付けて、メーデーツアー。
この離島でのレクリエーションはきっと楽しんでもらえると思うだろうも。ぜひこの機会に離島へ飛び立って思う存分リフレッシュしてきてね。アイナさんのために用意したメイデイ旅行券はすでに飛行場のカウンターに預けてあるだろうも。おー、マジで直接有効期限の5月7日までの間に好きなタイミングで行ってちょうだいね。僕からの説明は以上だけど、何か聞き逃したことはあるだろうも。大丈夫、またこっちに帰ってきたら感想を聞かせてほしいだろうも。それじゃあエイナさん、メイデイツアー楽しんできてね。なんか看板立ってる。さあ到着しました。ここがメイデイツアーの島になります。今回のツアーは一味違いますよ。島全体が一つの迷路のようになっている謎解きを楽しむためのツアーなんです。迷路。アイナさんの持ち物は飛行場のカウンターでお預かりしましたので、手ぶらの状態でのスタートとなります。謎解きに必要なものはあらかじめ全て迷路の途中に置いてありますので、それらを使ってゴールを目指しましょう。あ、そういうこと。持ち帰るとかじゃなくって、ここで使っていく感じね。もし途中で行き詰まり、出られなくなったら、迷わずお友達のスマホの緊急脱出サービスをご利用ください。ああ、使えるんやね。今回のツアーの特別ルールとして、島の状態も元に戻しますので、謎解きを最初からやり直すことができますよ。へえ。またヒントが欲しくなった場合は、私に話しかけてみてくださいね。え、ここまで戻ってこんといかんってことそれ。それでは参りましょう。Good luck!ありがとう、頑張ります。あれは何？スコップ。スコップ。あ、低木を掘り起こせってことかな。そこにもなんか道具が、ん？なんか穴があるな。あの穴は塞げるの？いいよ。リンゴー。違う違う違う。なんかあるわ、ここに。え、ちょっと待って、これは？何をどうするんやろ。この辺。え、でもこれ、埋めれる？いや、埋めれない。逆に掘る。できんよね。え、ってことは？え、この木を破壊するということか？木を破、え、でもさ、これさ、木破壊した後もなんか向こう側にあるけど。え？ちょ、待って待って待って。ここに植えるとか。植えれんかった。こっちは掘り起こせない。え、待って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 。うおぉ。助け。そっか、これを掘り起こせば。普通にこれを掘り起こせば。え、なんだ？何をどうすればいいの？これを食べて。葉っ。破壊。え、でもそこ、あ、飛べるんか。なるほど、向こう側に何もなかったら飛べるんか。あ、よきよきよき。あ、これまた、もう一個食べんといかんのか。待って、これは。あ、なんか、あ、え、見知らぬ猫がおる。あ、そこにも剣がある。あ、てかほら、多分あれ出口の案内やろ。ふっ。合ってた、合ってた。ちょいと待ってね。とりあえず、話しかけんかったら大丈夫なんかな。これなんなんやろ。なにこれ。あ、ベル吹き会見。あ、お金を稼げるということか。どうも。お、銀河ゴールまで来れたんだね。おめでとう。あれ、君どこかで会ったっけ。これいろんな島をぶらついてるから、人の顔とかなかなか覚えられなくってさ。多分島というか村であったかな。この島は初めてだけど、特別変な島だよね。あ、村っていうか、あれや。駅舎の電車の中であった。君はどうして来たの？たぬきちさんの紹介だよ。え、たぬきちさんと知り合いなの？実は俺もたぬきちさんに誘われたんだ。え、そうなんや。え、もしかして君も挑戦者側ですか？面白い島を作ったから、もし暇だったらおいでよってね。もう見知らぬ猫が作ったんじゃないんよね。でもまさかメールだとは思わなかったよ。びっくりするよね。君、たぬきちさんと知り合いってことは、同じ島に住んでるの？うん、そう。いい島だよ。ま、そうだよ。へえ、やっぱりそうなんだ。たぬきちさん、最近すごくその島に力を入れてるらしいね。確か、アユナ島だっけ？そうそうそう、ピンポーン。あは、やっぱり。君ってなんか面白いね。君みたいな人のいるアユナ島って、アユナ島ってきっと楽しいんだろうな。そういえばさ、君ってなんて名前なの？アユナです。うんうん。アユナさんか。いい名前だね。ありがとう。じゃあ、アユナさん。ここで会ったのも何かの縁だし、
お近づきの印にこれあげるよ。一瞬リンゴかと思った。おしゃべりに付き合ってくれてありがとう。迎えで楽しかったよ。それじゃあ機会があったらまた会おうね。バイバイ。これで見知らぬ猫のカバン。ほう。置けるかな。ダメやった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。気づけ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月3日、日曜日の午後5時27分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい一週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い一週間を過ごせますように。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 24,524 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。順調にローンのためのお金が貯まっていっている。ん？アイナさんのお部屋は 68,51 ポイント、ランク S、 おめでとうございます。今回お家の評価5万点を達成されましたので記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。前回な何点やった？ちょっとよく覚えてないんやけど。え、前回も5万点達成しなかったっけ？お、ルーシー。何？実はね、アイラさん。私、大事な待ち合わせの時は時計は2個用意するんです。どちらかが止まってしまっても、もう片方が動いていれば安心できるじゃないですか。よかったらこれ使ってください。几帳面なルーシーより、びっくりした出ていったのかと思ったよ。急激に。急激に。そんな感じ全くなく。ってことは時計くれたってことか。まずはアカデミーの金の盾。やった！金になったよ、金に。あれ、盾やったっけ？両面オールクロック。あ、咲いてる！咲いてるよ、低木。そしてレイジが来ている。あー、いいね、いいね。華やかやね。さあ、ここで、髪型。どれが増えたんやろ？この8つか、増えたの。ちょっと正面向いて。この、ん？ 8 つ？うん、8つやね。こんな感じの髪型が、お、男じゃね。あ、でも、おしゃれな人、めっちゃおしゃれな人おるかな、こういう感じの。でも、すごい美人さんじゃないと似合わん気がする、ああいうのって。これ、お団子ね。これは、今私がしとるのが、これか。高い位置でのお団子と、これはなんか、触覚はあるけど、あ、触覚も微妙に違うんやね。ふんふん。で、低い位置での。これは男じゃね？あ、やっぱ、あれか。この三つ男ってことかな？ん？これもか？ん？男の髪型も、そっか、男の髪型も増えるんか。ふん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 。なるほどね。でも、このぐらいの髪型ならおりそうよ、女の子も。おりそうよ、なんか。どうしよう、これにしよっかな。ポンパポンパ。なんかこの、わかる？この後ろ姿のさ、あの、下のなみなみが好きなんやけど。え、可愛くない？これにしようーっと。うん、良きだね。え、変えた。ちょっと待って、これで、服装も変えとこうっと。ね、パリッと。どうかしら。これと、スラックス。いや、短パンの方がいいか。あー、なんかいいね、いいね。帽子とか、良きやね。あー、なんか色々と可愛いな。パンプスが似合う。これぐらい？どっちの色がいい？あ、でもこっちやったら、あれやし。あ、これぐらいかな。靴下は？スパンコールレギンス。あ、いいやん。いいやん、いいやん。じゃあこれで、こっち？いや、かっこいい感じにはなるけど、でもこっちの爽やかでいこう、ちょっと。風船流れてきた。早い早い早い。
え、どこ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 、いないんですけど。まだ向こうの方かもしや。あ、いたいたいた。もうちょいこっち来て。見えない。この辺りか。はい、来たー。さあ、中身は？つつましいニット。なるほど。おとなしめな感じやけど。これはこれで可愛い。これにしとこうっと。でも一気になんかあれやね。さっきまでの、ちょっと、キャキャした感じではなくなったね。どうも、マミーさん。遊びに来てくださってありがとうございました、ふん。話しに来てよ。ところで、つつましいニットを着こなすアイナさんってすごく魅力的ですね。ありがとう。どうしたの？旅だとちょうどその服と色が合いそうですね。え、旅？マジで？ぜひプレゼンさせてください、タフン。いや、色とか言ってもさ、旅？履かねえよ。遠慮せずに使ってくださいね、タフン。いやいや、履きません。お片付けには欠かせない収納家具ですけど、ファッションケースは好みな感じで気に入ってるんです。機能性も大事ですけど、ずっと部屋にあるものですから、好きなものを置きたいですよね、タフン。何サンドイッチ片手に話してんの？今初めて気づいたんだけど、めっちゃ食ってんじゃん、ちょっと。へぇ、サンドイッチ食ってたわ。さっきから食ってた？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月4日、月曜日の午後5時43分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のクイズ番組、どなたかご覧になりました？知らない。何、日曜日のクイズ番組ってなんだ？毎週難問揃いの番組ですけど、昨日の問題もさっぱりわかりませんでした。お、あ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。しずえさんってさ、テレビ見まくるよね、なんか。意外と。見て見て、これめっちゃセレブな格好じゃない？スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきです。買い取りボックスに入れてくださったお品物代金 58,788 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ね、めっちゃ可愛くない？超セレブ。この女優帽をさ、前に風船から落ちてきて、で、このワンピース、このワンピースね、昨日風船から落ちてきたんよ。ちょっとサングラス取ろう。あ、このサングラスも風船から落ちてきた。え、めっちゃ可愛くない？私、このカシュクールワンピースめっちゃ気に入ったんやけど。てか見てや、これ。なんか超いい感じじゃない？いい女風。で、なんかね、タンバリンも落ちてきたんやけどさ、めっちゃ気になっとんやね、これ。ほら、持てるんよ、手に、ちゃんと。超可愛くない？いいね、いいね。超可愛いんですけど。あ、で、このハートなドアプレート、これも落ちてきて、なんかね、夜中ずっとやりよったらめっちゃ風船飛んでくるんやけど。あ、で、これアンチョビ新しく釣り上げた。ハートなドアプレートもね、めっちゃ可愛くって、一回ちょっとつけてみたんやけど、こんな感じ。ほら、めっちゃ可愛くない？なんやけど、ちょっと私の家には似合わんなと思って。で、ツンドロさんの家、水色とピンクの、あの家の感じにめっちゃ似合うと思ったけん、あげたいなと思うんやけど。あ、ニューオリンズソング来た。んで、母。あゆなえ、新緑の匂いに誘われ飛び出して、目的もなく歩く喜び。ピクニックもいいわね、母より。何くれたんやろ。ピクニック。母のナップサック、どんな感じやろ？めっちゃダサかったりする？ちょっと身につけてみよう。母のナップサック。あー、なるほど。なんか、小学生が背負ってそうな感じ。お、おめえかってごわす。なんか学生服みたいやね。お話ししよう。しっかり見回りしてるから、この島俺には同然だぜってごわす。何の見回りだよ。なんか話し出した。入れて、会話に。ハンナさんは物語読むときに感情移入する方ですか？私は現実では歩めない人生を味わいながら読むのが好きなんです。ダフン。へえ、例えばどんな本だい？どうせ王子様が迎えに来るようなシンデレラストーリーだろ。え、何さ、ちょっとバカにしてやん。
最近ではぐーたらカンガルーの一生ですね。何それ。毎日ゴロゴロする生活の気だるさは私には経験できませんから。ダフン。それは主婦として忙しくしよるけんってことかな。へえ、あんたにしては結構意外なんだけど。ハンナさんもお話の世界にどっぷりと入り込むのはいかがですか。例えばハンベル助けた王子様が迎えに来るシンデレラストーリーとか。逆にマミーさんはハンナちゃんがそういうのに憧れとるって思っとる感じかな。バッカ、何言ってんだよ。じゃあ読むんだったら王子と対マン勝負する話がいいんだからな、だってね。王子と対マン勝負ってどんな話なん。で、あとはちょっと ATM。今どんだけある。あ、預金残高。208,267。え、あるんじゃない。え、あるよね。あるやろ。一旦ちょっと全額入れて。あ、ほら、いける。ローンの返済しよう。預金から。全額。で、余ったやつ引き出そうっと。ほら、まだあまりちょっと3万近くあるやん。イェーイ、やったー。おうちのローン全部払い終わったー。久々にローンを払い終わった。めっちゃ見てる、たのきち。掃除しよったはずやのにめっちゃ見よる。ちょっと引き出しますね、残り。今、所持金ゼロやけん。引き出し。持てるだけ。ほら。結構余ったね。よかった。余裕あったわ。ってことで。ねえねえ、払い終わったよ、ローン。椅子に座った瞬間に気づく。絶対横目で見よるけん。どうも、アイナさん。お家のローン、全部払ってくれてありがとうございました。たらもん。ほら、もう瞬時に把握しとるもん。またしても完済してくれたってことは、やっぱりその、今のお家でもまだ物足りなかった?それなら安心してほしいだろも。アイナさんのお家はもっともっと大きくすることができるだろも。詳しいことはまた時間のある時に相談してちょうだいね。今します。アイナさん、あーびっくりした。メイデーツアーに行ってくれたんだもんね。あ、行った。おったよ、見知らん猫。頑張って準備した企画だったんだけど、ズバリどうだった?めっちゃ楽しかった。それは良かっただなも。アイナさんに楽しんでもらえて何よりなんだも。しかもアイナさんは見事メールのゴールまでたどり着いたって聞いたんだなも。しかも全部、ベルも、ね、回収したし。あ、そっか。あそこで回収した分ぐらい今余ってるってことなんか。なるほどね。アイナさんには少し物足りなかったかな。とにかく、喜んでもらえて嬉しいだも。いつもお世話になっているアイナさんや島民の皆さんに、改めてお礼を言いたいだなも。皆さんのおかげで、アイナ島は順調に盛り上がってきてるだも。これからもアイナ島のさらなる発展のために、多肉開発もますます頑張るだなも。じゃあ今後ともよろしくね。次のイベントが楽しみやね。次何やったっけ?なんか追加されたよね。こちらは建築相談カウンターだも。どういったご用件だなも?マイホームの相談をお願いします。マイホームについての相談だもね。なんかめっちゃセレブが相談にした感じ。どういった相談だなも?なんかもう現金一括でとかできそうな感じやん。増築したい。増築のご相談だなもね。今のアイナさんのお家ならお部屋をもっと増やせるだなも。54万8000ベル大きい。ローンを組むことになるけどいかがだも?お願いします。毎度あり、じゃあ工事の手配を進めるからね。あ、そうだ。いいタイミングだし、屋根の色も変えてみる?また8色の中から選んでもらえるだなも。この中から好きな色を選んでもらえるだも。でも私ピンクがいいんよね。待って、他の色って何がある?残りの色はこの4色なんだもん。この中の色か、さっきの4色から選んでね。でもピンクがいいけどさ、あれなんよね、赤にしか見えんのよね。水色は?オッケー、屋根の色は水色ね。明日にはお家の工事が完了してると思うから、お楽しみに。水色はいい感じに水色かな。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回は、なんか左右の部屋が増えるんかな、多分。一回目奥の部屋増えたし、地下は多分一番最後やと思うけん。二階より先に多分左右よね。よし、また部屋を一個ちゃんと作ろう。